天皇皇后両陛下が先月27日に亡くなった三笠宮さまと最後のお別れをされました。両陛下は昨日午後3時半ごろ、三笠宮さまの棺が安置されている赤坂御用地の三笠宮邸を訪問されました。慣例により両陛下は連葬の儀に参列されないため、これが最後のお別れとなりました。午後5時からは棺が葬場に向かうのに先立ち、御霊城を権舎に安置する例大安置の儀が行われ、皇太子様ら皇族が参列されました。今日は午前10時から一般の本葬にあたる連葬の儀が営まれるため、三笠宮さまのご遺体は赤坂御用地を出発し、皇居前広場などを通って東京文京区の豊島ヶ丘墓地に移されることになります。